去年の5月頃にね、漫画描きますって宣言したんだけど、遅れております。急に猫がやってきましてね、これせっかく買ったんだけど見えないね。半年前ぐらいに近所の公園でビッコ引いてる猫見かけて、あ、怪我してるって思ったんだけど、それからたまーに見かける程度だったのね。で、ここ2ヶ月くらいで活動範囲がうちの近所になったのか、まあ、頻繁に見かけるようになって、まあ、去勢してないし、もう怪我はずーっと治ってないしで、じゃあ面倒見るかと思って保護したんだけど、私車がないからね。動物病院行くのも重い猫砂買いに行くのも全部チャリなのよ。もう明らかに適任じゃないのよ。なんで車持ってない自分がやらなきゃいけないの？まあ、これなんだけど、ぽっちゃりしてるから近所の人が何人か餌あげてたはずで、誰か連れてけよ。もう適材適所でしょ。こう向いてない人がやるとさ、効率悪いじゃん。もう今、チャリで病院連れてくっつっても暑いしね。かわいそうじゃん。こう目の前に現れると助けないわけにはいかないから、なんで私のところに現れるの？って思うんだよね。まあ、この動画はもうこの一言で終わる。私の見えないところにいたらよかったのにって。もっと暇な人の前に現れてくれよって。まあ、この辺で一番暇なのは間違いなく私だけど。でもね、引っ越すことになっちゃったからごめんねって、その辺に置いていく人よりも、まあ、ぶつくさ文句言いながら世話する方が圧倒的に正義だと思うよ。それくらいでいいよ。別に愛してなくても惰性でもちゃんと世話する人が正義。ちゃんと世話するってことは愛があるってことになるのかな？沖縄でこの子を飼ってくれる方、切実に募集中です。今手を怪我してるからカラーしてるけど、もうすぐ取れそうかな。猫の舌って、こっちの想像以上にザラザラしてて、で、傷口を毛づくろいでペロペロしちゃうと、いつまでも治らなくて悪化するんだよね。こう、飲食店で注文間違えられた時とかもさ、もうなんで私なの？どんな確率なん？性格が悪いので、普通に思う。まあ、他の人が間違われてりゃいいってことなのかね、これは。まあ、見えなければいいというか、自分に不幸が降りかからなければそれでいいってことかね。なんで私？って気持ちと同じくらい、あ、私でよかったなとも思う。ちょっと間違われたくらいで、キレるおっさんとか、まあ、この世にはいるみたいだから、そういう人に当たらなくてよかった。私こういう時は、他の人のが間違えて私のところに来てるんじゃなければ、全然これでいいですっていう。飲食店でバイトしてたことあるんで、間違われたのを捨てられるって知ってるから。で、向こうの人のが私のとこに来ちゃったってなら、あ、向こうの人だと思いますよって話になるけど。もうゴキブリとかもさ、もうなんでうちに出んねん。もう隣の家に出ろよ。なんでうちに来た？か、隣の人が G が出たことによりギャーギャー騒いでても、まあ私はどうでもいいですから。こう、臭いものには蓋をして、もうほっとくって考え方が、私はすっごいよくわかっちゃうんだよね。もう見えなければなかったことと同じ。もう起きてないことと同じ。まあ、自分に面倒が降りかからなければいいってことなんだろうね。まあ、例えば北海道で野良猫とか野犬がすごいってニュースあっても、見えないから遠い世界の出来事であって、うーんで終わっちゃう。割と他人事なわけよ。もう人って見えなければ何でもいいんだなってことを最近年々実感するね。こう、牛肉とか鶏肉とか殺してるとこを見てないから、もうこれしか知らないから食べれるわけで、殺してるところを映像とかじゃなくて生で見たら、まあ、中には食べられなくなる人もいるかもしんないよね。で、ヘビもちょっと大変だったんで、動物関連なかったら今頃イベント出て同人誌出せてたかもしれないって思うとめっちゃ辛いんだよね。まあ、ヘビは自分の意思で飼ったからまだ折り合いつけれるけど、猫は予定外だからね。でもね、自分が80歳になった時に同人誌出すのが1、2年遅れたっつっても誤差の範囲なんだよねっていう考え方ができるんで、まあ3年ぐらい遅れてもまあいっかって狂わずに済んでるけど、人生80年単位で見ると誤差なんだけど、渦中にいる時はね、本当に動物に時間奪われて人生終わっちゃうって恐怖がものすごいよ。まあ、こんな感じで漫画描きたい、何かやりたいって思い立ってから3年遅れとか、もう日常茶飯事だね。いつもね。そう、だから35歳、40歳、50歳あたりで、今から始めてももう遅いって思ってやらないままだと、80歳になった時に、え、40歳？ 50 歳？全然若かったじゃん。何が遅いの？何も遅くなかったじゃないか。やればよかったって絶対
対になるから気をつけてください。80歳から見たら50歳なんて赤ちゃんと同じだからね。あの三輪明宏さんの人生相談の本がこうバカな相談者をバッサバッサ切っていくからすごい好きで、50代60代の相談者が私ももう年なので的なことを言うと、私に向かってよく言えたわねみたいな、私から見たら50代60代なんて若いもいいとこなんだから何でもやりなさい的なことを結構言ってたんで、それが私の人生の中でずっと印象に残ってるね。この猫汁の画像ね、そう、黎明期の2ちゃん初期のツイッターらへんからよく出回ってるんだよね。こう10代の時からよく見かけた。こう何かしらで中断されて1ヶ月空いちゃったって時、もう絵描くのに戻るのすごい大変なんだよ。4回中断されたら4回戻るためにエネルギー必要で、それがめっちゃしんどい。ずっと続けていけたら戻るためのエネルギー必要ないから楽なんよね。こう動画編集って腕が鈍ることないけど、絵描かないと下手になるのもそうだけど、もうクリスタの機能忘れるのよね。あれ小回りってどうやんだっけっていうのも4回もう 4,5 回繰り返してるから、よしやるぞと思って取り掛かったら、こう予想外の事態で中断させられるって相当ストレスだよね。まあ、私の場合は動物だけど、人によっては親戚のごたごただったり、まあ、離婚のごたごただとか、まあいろいろあるんだろうなと思う。なんでこんなことに時間取られないといけないのっていうのとの戦いなんだよね、人生は。だから中断される要素をなるべくなくしたい、人生から。まあだけど、急に野良猫が来るとか、コロナかかってだるくてもう寝ることしかできないとか、まあ、ペットが病気になるとか、予想できないからね。もう急に来るやつ、ほんとストレス。私体強いからコロナになってないけど、なったらほんと嫌よね。たまに見てるゲーム系のレビュー書いてる人が、ツイッター廃人なのに2週間ちょいいきなり更新止まって、久々に投稿したと思ったら、コロナになってて、もうガチ何もできなかったっすって。それが結構衝撃で、もう病気系も何日までにこれを終わらそうとかって予定を全部ぶっ壊してくるからね。で、今の時期、寝る時の体温調節がめちゃくちゃ難しいんだよね。こう外の気温に影響されるからか、日によってエアコンの効きが違うじゃんね。で、暑くて起きちゃったり、寝苦しくて睡眠の質落ちると、もうその日一日終わりなのよ。もう夏は基本的に毎日睡眠失敗だから、本当にパフォーマンス落ちる。もう毎日デフォルトで体調悪いみたいな。だから毎年この家では26度、風向きは下、弱風がちょうどいいなとかって思うんだけど、次の年忘れちゃうんだよね。書いとかないと。だからまた一から快適温度探しで。もう年中20度の国に住みたいわ。もう四季とか別にいらん。こう夜12時に寝て朝7時に起きるとかだと、深夜から明け方って気温が低いから、まあエアコンの温度も一定でよくて、こう寝苦しいとか感じる前に起床時間になるんだけど、私みたいに3時に寝て昼12時に起きるとかだとね、こう日が昇ってきて、もう10時11時ぐらいから暑くなるんだよ。まあ暑くなって目覚め最悪。ここまで暑いとね、あ、太陽に当たらなきゃと思って散歩行くと、15分ぐらいでものすっすごい疲れて、帰ってきてまだ昼の2時とかなのに、もう何もできなくなる。やりたいこと、やるべきこと、何もできないとストレスだし、もう健康って何って感じだよね。沖縄でこの子を飼ってくれる方、切実に募集中です。何を言われようが、これが私の生き方だ。嫌なことから逃げてたって、誰かを笑顔にできるんだ。